そこら辺から来てるんじゃないかなって思います、はい、では次はこれはもうアイオラ12年目ですけど一番歌ってる歌ですね。飲むんだ水いないっていうね、喋りかけてた時いない、ちょっと間が悪い、間が悪い、それが主です。間が悪いのが主です。じゃあ初めからやってるね、12年、そうそう、やってる曲をいきましょう、うん、リズム
伊川篤史。ステージで、去年一昨年も前実は歌わせてもらったんですけど、去年は大雨になっちゃってて、そう3000人ぐらい入る会場にそれでも100人ぐらいはいたと思うんですけどね、顔見知りがたくさんいて、去年そうそうアイオラの前が木山商店だったの、そう木山アイオラっていうね、このね、俺らが言うとなんかこう、うん、こびてるみたいで、ゴールデンラインナップなるほど、ね、なるほど、そうそうそう、でも木山も盛り上がったし、アイオラも盛り上がって、今年もぜひ、ね、そうリベンジしたいなと思ったんですけど、残念ながら今年は叶わずなんですが、はい、でもこの編成でね、本当に来れてよかったですね。もうこれがやりたくて、そう、この5人でどうしても来たくてね、去年もこの5人で来たかったんだけど、ちょっと淳さんの用事が、予定が合わなくてだったんですけど、なので明日、明後日、まだいるんで、それはね、後でちょっと告知させてもらいますけど、ぜひ、追っかけていただければと思います。では、渡り鳥。
れずに恐れずに恐れずに渡り鳥渡り鳥渡り鳥Thank you.
十字架して今のが旅人よという曲でした。全部このメンバーでしかね、はい、できないってわけじゃないんですけど、このメンバーでぜひやりたい曲っていうのがいっぱいあって、うん、で、なんかすごい特殊な編成に見えるんですけど、特殊ですけどね、特殊なんですけど、どう見ても特殊でしょ。でも実は一番よくやってるんですよね、そうそうそう、アイアラザキャラバンの中では、この
大熊さんと熊本さんは、オッソっていうユニットで、2人でやるライブをやることもあるんですけど、あの熊と熊なんで、スペイン語で熊のことをオッソっていうんですよね。オッソでいいんですよね。オッソなのでオッソっていうんですけど、オッソとアイオラでいつもあの埼玉県でよくライブをしてるので、もう一番実は安定したバンド仲間って言ったら、そうなんですね。で、アツシさんはもうアイオラに全てあの合わせてくれるので、こっちが合わせるんじゃなくて合わせてくれるんで、もういきなりやっても全然大丈夫。いつも通り、いつも通りうちらがやってれば、もう安心感、そう、もうすっごい安心なんですよ。まあ、今日ももしかして見てるかもしれないですけど、ね、もう一個のねキャラバン、はい、ヤングチーム、ヤングチーム、あっちはねもうね、はい、なんかこうお祭り状態になっちゃうんで、そうそうそう、で毎回ね久しぶりに一緒にやるから、そうそうそう、もうなんていうんですかね、浮かれすぎちゃうっていうかね、あーそうね、バトル状態で、うん、練習も3回ぐらいしかできないし、そうそうそう、でみんなもう全部忘れてたりするそうそうそう本番になって忘れる、でもなんか曲が始まるとできるみたいな、そう、体がみんな覚えてるみたいでできるんで、こう大体馴染んできた頃に解散みたいな、そう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 、大体そうですね、そうそうそう、だから正直沖縄にでやってる時が一番安定してるよね、そうそうそう、あの A チームは、そう、レコ発で一回ちょっとなんか、ね、はーってなって、うん、でもまあなんかあそこはこうでこうだったねっていう反省点を踏まえて沖縄に来るんです、そうそうそう、沖縄一番、沖縄は落ち着いてます、落ち着いてます、ただ若干ある手はあの、うん、なんていうんですか、いつも俺がねそうなんだけど、はいはい、あのリラックスしすぎて、中のアットホーム、そう、はい、リラックスしすぎて本当にもうわけわかんなくなるんですよね、そうね、今日は結構自我を保ってるんじゃないですか、大人ですから、本当は今日はアダルトチームの一員で、うん、なるほど、ね、さっきあの厚志さんね、うん、もうアイオラももう中堅だよねって言われて、あ、言われて言われた、そうそうだよね、そうだなって、12年だもんね、本当にアマちゃんではないですよね、そうだよ、うん、本当そう思います、そうそうそう、30代ですから ね、中堅ど真ん中、中堅ど真ん中頑張ります、ね、はい、はい、ありがとうございます。じゃ次は何ですかね、このメンバーで聴いてもらうの初めての曲ですね、そうですね、はい、マリアナの人形、はい、これをこのメンバーでお届けしたいと思います、静かに眠る日々、現と揺れる波に、現実と幻想が曖昧。
クベルクという、あれはトルコ人ですか？そうですね、トルコ人の双子がね歌ってる曲なんですけど、それをちょっとつなげて同じちょうどキーだったのかな、キーにして、うん、そうで、もうアイオラでは珍しく激しい愛の歌を、はい、そうなんです、ね、それがトルコ語っていう、そう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 日本語じゃちょっと歌えないのね日本語じゃ言えないちょっと恥ずかしくて言えないようなことをトルコ語で言ってみました、叫んでましたけど、はい、多分ね、あんまり詳しくは知らないんですけどいやもうこのメンバーでねしかできないんですよこれは、ね、今の曲は特にね二人ではやったりはするんですけど、もうねこの曲大好きで、ね、うん、いいよ ね本当に大好きなのにあんまりできない上に二人だとこう再現しきれない感じがね、うん、そうね、まあ、一応やったことはありますか、やったことあるんですか、トルコ人の前でも歌ったことあるんですけど、やったやった、言葉がね果たして通じてるから、うん、まあまあわかるみたいなこと言ってます、そうそうそう、まあまあいいんじゃない、よくまああんまわかんないけどわかるって言わないかわかるから、うん、そんなね、そうそう、音楽がこう、うん、音が伝えれば伝わればいいんじゃないですかね、うん、はい、と思いますが、まあね、だんだんトルコ色がさ、ね、今までずっとスペインスペインって、あーそうですね、スペイン語でタイトルはとか言ってたの、最近ね、シューがね、あのこのね、ギターよりもね、もうパーカッションにハマっちゃってるんですよ、で、今、アツシさんが持ってるこれダルブッカって言うんですけど、このダルブッカを持ってるんですけど、もう毎日叩いてるね、そうですね、これトルコとか、ね、エジプトの方の、そう楽器です ね、 ですね、発祥はエジプトなんですかね、どっちなんですかね、エジプトですね、あ、エジプトか、そこからトルコに、うん、エジプト、トルコにはオスマントルコがアラブを占領した時に現地のものを、ね、うーん、なるほど、もともとトルコ自体は中央アジア起源の民族が、あのどんどん今の、コンスタンティノープルですね、難しい、占領しまして中世、もう、もう大丈夫です。はい、まああの、まあ、エジプト式とトルコ式となんかこう形式があるみたいで、中は結構、うん、どっちです？いやもうなんかあの日本式ですね。日本式？え？いやもう本当に。いつもやってるのは何なの？いやあの淳さんはどっちかというとエジプトタイプですか？ごちゃまぜですよね。そう、だから日本人なんです。叩きたいものを叩くと。はい、そういうことですね、そう、やっぱ歴史のある楽器なんで、はい、そうそうそう、ね、本格的に突っ込むと大変なことになります、うん、なるほどね、うん、ある程度までなんかダルブッカ覚えてください、ダルブッカ、ね、ダルブッカ、今日はいろいろやってます、ダフっていうあのこの寿司桶のようなものがこれね、いいコンビ、これいいコンビなんかね、バッグが黒くて黒い服着てるからなんかよくすごいよね、このね、なんかね、そういう本当にあの黒いところ見えなくて手だけが見える、これはだから本当に太鼓の原型だと思うんですよね、うんうん、ただこの木の枠にダフね、ね、もともとは皮を張ってこう、うん、あとあのタンバリンみたいな、もともとこれ陶器のボディで、これは鉄ですよね、これはねアルミなんです、アルミなんですね、でこれプラスチックヘッドなんですけど、もともとトラディショナルのものは陶器のボディに、うん、魚の皮、魚の皮、えぇ、ー、えぇ、ー、えぇ、ー、の皮なんですよ、えぇ、ー、普通にえぇって言っちゃったよ、私聞いてもなおえぇって言っちゃいましたよ、えぇ、ー、えぇの皮、えぇの皮、ね、なんかザラザラしてそうですね、サメ肌みたいな、あんまザラザラしてないんですけど、オイニーが結構、オイニーが結構日本に持ってくると、はぁ、なるほど、え、それは外国では匂わないのに、いや、あちらの空気が乾いた、日本だと湿気てるから、そうです、カビ生えたりするんですかね、じゃあ、そうでしょうね、猫が寄ってきたりとかするね、あ、猫ね、ペロペロしちゃったりしてね、ペロペロしてね、あー、そうなんだ、お酒飲みたくなったりして、こっちの、これも魚の皮張ってるのが、あ、正式なというか、昔の、これはあのタンバリンに見えますけど、うん、レクっていう、はい、エジプトだとレっていう、ね、そうなの、レ、わからない、レ、レ、一文字、一文字ですね、重いんですよこれ持ってみると、うん、普通のタンバリンの10個分ぐらいね、10個タンバリン持ってる感じ、あの軽くやってますけどね、めちゃくちゃ重い、これもちょっと触らせてもらったりすると、うん、もっと5分ぐらいこうやってやったらもう、もう筋肉痛だよね、本当にね、その後ダラブッカが叩けない感じが、あー、そのぐらいもうなんか重くなっちゃう、パンデロのが大変だと思う、あー、うん、パンデロ
もう習得したもんね。いやいや、パンデロ1曲持たないですね。ああ、そうなんだ。あれね、やってみると、ね、下手くそ一周一周したところで次の曲いきましょう。次の曲もあのこのメンバーで初めて、やる曲です。嫌われ者のアマリージョ。完全になんかもうね、お祭りでしょ。パラ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 
っぱってもうね尺八がねすっごいお祭り騒ぎなんですよ。もうね最初きねあのジャパンですよ。そうアレンジをねやっぱりあのしなきゃいけないんですけど、私たちアレンジをできないのでアレンジは全部ね大熊さんがやってるんですよ。今回のあのまあ CD もそうこの編成でやるときは全部大熊さんがアレンジをしていて、そうなんです。ギターだけじゃなくて尺八パートナーそうアレンジアレンジアレンジですね。でもアイオラのツボを押さえてると言いますか口ずさめるソロはもっとキャッチなんですね。いつ何時作っても最高っすって感じで、でもこのアマリージョの尺八を聴いた時はダーダラッダッダラッダラッもうおかしくて歌えなくていやおかしいでもいいっていう意味で、ね、いい意味でもう笑っちゃう。あそうなんだ、これほんとすごい祭りだこれはもうやばいよ、ね、日本人でよかったって感じ。そう思う瞬間でした本当にね、嫌われ者のアマリージョでした。では、次の曲でファーストステージを最後の曲にして、少し休憩をもらってからセカンドステージもたっぷりと1時間以上、楽しんでいただきたいと思います。それでは最後はライジングサン。
正解を伺ったりして世界の2人を楽しんでいただきたいと思います。相原さん、キャロマンでした。はい。
車に住んでるときしかたら殺さないですまた楽しみにしてます。はい、ありがとうございます。あ、大丈夫、あずっとしたのオンデマンド見ます。あ、ありがとう、お疲れ様です。アイスクリームズ配信中というのがやり方で。
チパチ間来る。あ、行きたいです。あのでも私とスケの間では大丈夫してから見れないってどうしよう。しかも喉の正面絶対ゆいこちゃんは私よりも絶対ももちゃんたちの方が合ってる。1回の回数が多いよね。そう、それもあるし、それもあるし、私がめったに合わない。あれはあの台本に踏まえてる。私がやっぱり来る回に合わないとないから。そういったか、私は自分後ろがいい、後ろがいい、後ろがいい。みんな聞き合わせてました。ちょいちょい、ちょいちょい、なに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 、お刺身を食べてるお店のヒデさんは、ちょいちょい聞くからな。ちょいちょい聞くから、さりげに聞くから。はい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 、エロい顔してらっしゃいました。ありがとうございます。
始まりました、セカンドステージでございます。あの一番最初にこの編成でやったのはエレンティラかもしれないですよね。ああそうかもしれないですね。あ、はい、あそんなことないか。じゃあそんなこともないですね。そんなことなかったね、うん、そんなことないですね。リズムじゃないですか。そうそうそう、最初はそんなあのいやリズムでもないです、ね、あじゃあないんだ。何なのじゃ。オーガでした。あオーガなんだ、うん、そうだねオーガだね。ロホか、あのオーガが入ってる、ロホね。はいロホ、赤という意味の、うん、ロホという CD を出した時に、うん、その1曲だけ、はい、やりましたね。で、あつしさんいなかった。まだそうなん、まだあつしさんでもあつしさんが入るべくレクの音源を入れてるんですよ。あそうなんだって。そうまだふーんってふーんってこれだから それぐらいぴったりだったってことだね。そうね、うんうん、はい、はい、まあそんな感じですけども、はいはい、まあ、今回はこのメンバー ね、 ますね。そう本当落ち着きます ね、 ね、まあフラメンコギターはスペインで、で、うん、まあ、尺八は日本ですけど、アラブパーカッション、まあ、中東、中東本当にいろんな、国が混ざってますけど、今日は音楽の起源っていうのはどこなんですか。音楽の音楽の起源ってすごいでかいよね。それは誰も解明してないかもしれないけど、あの、アイオラが、まあ、うん、そもそもそのジプシーデュオっていう、はいはい、一応書いてるんですけどね、まあ、特にジプシー音楽を勉強してるってわけじゃないんですけど、うん、好きな音楽がそういう、まあ、マヌーシュ、あのフランスのジプシースイングジャズとか、うん、あとフラメンコ、あとはその中東の音楽も好きですけど、うん、それが全部、まあ、実はそっちつながっていて、発祥そのインドからそのジプシーと呼ばれる、ね、あの民族の人たちが旅をしながらこういろんなところに住んで、でいろんな音楽ができていったっていう歴史が、まあ、あるらしいんですけども、なので、まあ、全ての始まりはインドにあるっていう。だから私たちのこの音楽もインドで始まらなかったらこういうことができなかったということで、巡り巡って、巡り巡って、なのでアイオラの中でも、インドのインドっぽくないですけどインドの曲があります。インドにジョドプールという町があるんですけども、その町を持って歌った青き町ジョドプールお届けしたいと思います。
ありがとうございます。なんか最後の手拍子がだんだん揃ってきた感じがしますね。ありがとうございます。おー、危ない危ない。では次はインドから少し足を伸ばしてトルコに、行きたいと思います。アヨラの中でトルコ、まあ、さっきの、ね、トルコの曲1曲やりましたけども、アヨラの中でトルコの曲といえば踊れイスタンブールなんですけど、実はあの前回もねここで歌った時言ってたんですけど、あの来年は絶対イスタンブールに行くぞって、でイスタンブールでイスタンブールの曲歌うぞって言ってたんですけど、なんと今回、一昨日ですかね、トルコのチケットを取りました。もうね今から取らないとねダメなんですって。海外って早いね、みんなそんな先の話をするわけね。3月にもう3月のチケットね、うん、もう埋まってる日とかあったし、ね、そう、もうこの日じゃないと無理ですみたいな日があって、そうなんだみたいな感じで、で撮りまして、行ってくることにしました。なので、3月後半ですかね。なので3月後半に、トルコに行くということは、それまでに4月にもうレコ発は決めているので、それまでにあのCD は完成させていかなければいけないっていうことを考えると、ああもう今月中に新曲を作らなければいけないみたいな。今このレコ発なのに。そう、もうね、あの普通はあのアーティストの人はなんか曲が降りてくるとか言って、あの曲がどんどんできていくんですよね。で、たまったら CD を出すっていうのが、まあ、まあどんどんできない人もいると思うけど、まあ、大体曲がたまったら CD を出すっていうスタンスが多いですよね。うちらはこの日にCD を発売するぞって決めて先に、そうしないと作れないですね。じゃあ今日は作る日っていうやんないと作れないですね。そう、一生降りてこないです。そうそう、なのでなんか仕事みたいにしないと。そう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 、ね、あ、仕事だからね。そう、そうなんですよ。プロだから。そう、プロだから。そうなんです、プロだから。そうそう、そう決めて計画的に、そう計画的にね、うん、やるわけですよ。というわけで本当にやっぱり曲をやっつけて作ってるわけじゃない、ね、うん、じゃないです。じゃない、だってめっちゃかっこいいもん、新しいし。めっちゃかっこいいです。まあ、この後もねやりますけど、じゃその前に1曲ね、まあ、来年イスタンブールに、行く、歌えるかどうか ね、そうなんです。そうそうそう、アヤソフィアっていうあの、ブルーモスク、あのでっかいモスクがあるんですよね。でそこの前が広場になってるんで、うん、トルコよく行ってる人があの公園で歌えばいいんじゃないみたいな、うんうん、そんな簡単に。そうだね、そんな世界遺産をバックにやってね、許可はまあどうなんですかね。どうなんだ、なんか緩い感じなのかなと思ってるんですけど、うんうん、トルコだからね。トルコ、うん、ね、スペインとかだと結構厳しいかもしれないです。なんか許可取って歌ってる人多いからね、うん、なんですけど。そうね、まあ、ある程度トルコだからまあ、そう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 、ね、大体そうトルコだしね、大丈夫かな。まあ言いながら撮影してたらそのまま撤去されるかもしれないですけど。そうそうそうね、かもしれないです、うん、まあやれるだけやってみようと。ね、でもう、あ、イスタンブールの、あの踊れイスタンブールの曲知ってる人、うん、して、あ、途中で、あのあれ CD には入ってる、あれって言ってるの入ってないよね。入ってないかな、入ってないかな。あの感想であれあれって言うところが分かる人。それ分かんない、分かんないか。今日はそこをね、いつもあれって言ってるところをトルコ語でチョクギュゼルっていう言葉を言おうと思って、チョクギュゼルっていうのはチョクがすごくで、ギュゼルがいい、超いいっていうこと、デジーサーっていうことをですね、それをそこで言いたいんです。なんでみんなでチョクギュゼルって言ってほしい。昨日は何かありましたっけ、デイジーいい、いい、すごくいいみたいな。なんかいいはいいですよね、ネイティブな人、上等、あ、あ、デイジー上等やさ、そう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 、そこそこ、それを言いたいんですよ。上等ね、上等、上等、デイジー上等。でもそこはチョクギュゼルで、チョクギュゼル、みんなでじゃあチョクギュゼルって言ってみましょう。せーの、チョクギュゼル。そう、チョクギュゼル、これ今日トルコ語、トルコ人通ってたらびっくりしました、ね、そうトルコ行ったらこれだけ言っとけば大丈夫だと思う、私。あのいいっていうのもそうだし、うん、美味しいも全部チョクギュゼルなんで、チョクギュゼルって言えばもうバッチリです。なので、2回それ言うところがあるんで、みんなで一緒にチョクギュゼルしましょう。どこで言うか全然わかんない、はい、いいんです、それ突然出てきますよ。感想です、感想。1回言うから、うん、もう1回タイミングあるもんね。だから私が
チョクギュゼールって言って、あ、じゃあ私がチョクギュゼールって言ったらチョクギュゼールって言ってもらえばいいんだ。チョクギュゼール、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 あ、このぐらいのタイミングで、はい、よろしくお願いします。覚えてるかな、覚えてられるかな、チョクギュゼール、チョクギュゼールですよ。あ、でも私が言うんだもんね、大丈夫大丈夫。じゃあ踊れイスタンブール。チョクギュゼル、本当にね、あのトルコ語ね難しいんですよ。最初すっごく
全然ね入ってこなくて、今あの指差し何指差しトルコ語みたいなのをね持って練習してるんですけど、勉強してるんですけど、もうね聞いたこともないカタカナの羅列ばっかりでね、ムスヌスとかねエデリムとかね、本当になんかね、そうムスヌスなんだっけ、なんとかデスみたいな感じだっけ、そうかなデスだったかな、すごいんですよ本当に。ムスヌスンスンだとムスヌスン、ムスヌスン、あれはすごいな、ね、ありがとうが、テシェキュルエデリム、テシェキュルエデリム、エデリム、エデリムとか多いね、テシェキュルエデリム、難しい。だからあれだけでさ練習してるとさ、あのそうね、さすが。じゃあ淳さんはあのトルコに行ったことあるの？ありますよね、うん、あのこれトルコでゲットしたレク、これトルコで買ったんですね。そう、ここ行ってください、エミンパーカッション、あこれですね、このマークのエミンパーカッション、これ世界中から太鼓買いに来ます。そうなんです、イスタンブールにあるんで、でアイオラも今度3月行ってこのレを買ってこようかな、レをね、うん、でもトルコだとあ違いますもんね、テフって言うんですよ、テフテフ全然違うじゃん、あら全然違う、テフ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 長女全然違うじゃん、テフを買おう、テフを買いましょうね、でもモモがねそのうち曲中でシャン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 とか言ってできるかなって、できなかったら俺が練習するんで、そうだね、ね、そうね、結局自分がやりたいだけなんですよ私にやらせるから買うとか言ってるけど、そうそうそう、違う、発表の場もないのにそうですね、うん、そうなんですよ、多分ねそのうち淳さんと一緒にコラボしたいなって、師匠ですからね、師匠ですから、ね、でも今日ねここもう間近で一番いい音でね、うん、もうしょうがない、楽しくてしょうがない、 その笑顔でしょ、楽しい、もう楽しい反面、うん、なんか自分もやりたいってなるともうどんどん遠のいていく感じがね、なるほど、ね、難しいですね、うん、ふーって思いながら聞いて、ああ難しいっつってなるほどねでもいいですね、いいですね、そういうのにめげないんで俺すごい本当、でも練習はねすごいするんですよ、いやギターじゃなくてその太鼓の方ね本当、いや気づいたんですよ俺、ギターっていうよりもこれもパーカッションだなって、うん、でも本当そう思うわ、ね、うん、そう音程が変わるパーカッションだなって思って、そうだね、そうだね、だから左手が一向に上手くならないんだと思って、なるほど、こっちが重要なんで、ね、あのなんかギターっぽいことが上手くならないです、なるほど ね上手くならないって練習してないからそうね、まあ、はい、もうでも大隈さんもいるし、ね、そこはもう大人じゃあですね、ここから新曲でございます、はい、ありがとうございます、今回は、まあ、鳥の国の冒険第3話ということでフラミンゴをテーマにですね、作ったわけなんですけどもね、見てくださいこのフラミンゴの刺繍ね、今回も頑張りました、皆さんぜひ後でねじっくりとご覧になってください、これでフラミンゴですか、そうでフラミンゴをスペイン語でフラメンコって言うんですよ、ね、なんでフラメンコなんだろうとびっくりしたんですけど、で、なのでせっかくだから、ね、大隈さんもいるしもうすごくフラメンコっぽい、曲を作ろうということで、この CD 作ったんですけども、まあ、大隈さんに言わせればそんなフラメンコにはちょっと聞こえないかな、まあ、結局全部アイオラらしい曲に、そう結局はアイオラのアイオラらしい曲に5曲ともなりましたね、うん、フラメンコ、はい、フラメンコって言える曲はないですね言い切りましたね、結局のところ、ね、結局のところ確かにないです、はい、新曲ないけど、ただの新曲です、ただ毎回、うん、あの新しい CD が出来上がるとその曲全部ね聞き直すんですね、やっぱり最初からもうロホよりもっと前から全部バーって聞き直すんですけど、やっぱりね一番最新の CD が一番かっこいいって思える CD を毎回ね作ることが今のところできてます、はい、なので今回の CD も最高です、でその中からでは、もう順々にやっていきたいと思います、1曲目が最果て島の風緑という曲です、あそうこの曲がですね、うん、いやちょっとこうここから新曲なんで解説付きでちょっとこう長くなりますけど、はい、最果て島の風緑というのはちょっとなんていうんですかね、離れた島のイメージなんですね、うん、でこれを作ったのがアイオラが今年初めて久米島に、行きまして、そう今日久米島からも来てくださってね、
もうまさにきっかけはここで生まれたんですよ。そう、ここに来てくれて、あの久米島にも来てくれないかなって言って始まったんですね。もうそれで実際行って、うん、行って、でなんか久米島のイメージがあの久米線の ね、 そうね、有名なイメージだったんですよ、うん、すごい、うん、久米島自体は有名じゃないですか、うん、だからなんかすごい観光地にみたいになってるのかなというイメージがあったんですけど、うん、行ったらね本当に素朴な、ね、もう素朴ですよ ね、うん、久米島ね、何もない感じ、ね、何もないそれが素敵なわけ何もないけどすごい全てがある、そう感じ、ね、うまいことフォローしてくれましたね本当に海も綺麗だし、ね、うん、星空も、ね、何気なく星空が本当に毎日綺麗で、うん、そう、もうだからここに生まれて育ったら、うん、これが当たり前なんだなと思って、うん、だから海もねもう綺麗なのが当たり前だし、もう空を見上げれば夜は星があるっていう感じなんですけど、まあ、そこからなんとなくもしここに生まれ育ったらやっぱりこう外の世界に、ね、行ってみたいって思う気持ちも出てくるのかなとか、外の世界に憧れるみたいな、でその遠い場所で自分のふるさとのやっぱ良さを思い出すみたいなのが羨ましいんですね。うん、羨ましいですね。なんか自分にはその島があるっていう気持ちで東京行ったりできるっていうね、うん、だ沖縄自体もそうですけど、だから今もううちらでも結構もうその状況になってますよね。なってきますね。もう島があるっていう感じが、沖縄があるって思いながら東京で生活してますから、毎日沖縄のこと思ってますよ。本当になんかテレビで沖縄の芸人とか沖縄の話が出るとおってそう、ね、なんか本当に新次さんとか宮子さん出てきそうな気がしちゃうんですよ。本当本当ニュースとかにね。そうなんですよ。 それぐらい、うん、だからそういういい素敵なねこう素晴らしいふるさとを持って、うん、でもそれでもやっぱ外の世界にも行ってみたいっていう、こう気持ちを曲にしました、はい、それが、最果て島の風緑という曲を聴いてください。
星空に数えきれない流星の雨、美しすぎるこの夜を遥か遠くで思い出したい。歩き慣れた砂浜には探し物は流れ着かない。美しすぎるこの海を知らない国で歌ってみたい。あの鳥になりたい。久米島をイメージして作ったんですけど、ね、結構外国っぽくなってしまいましたよね、はい、それはちょっと久米島の港で異国の言葉が交わされてるわけじゃないんですけど、なんかあの世界にも本当に何て言うんですかね、観光地以外にもいろんな島が、ね、うん、あるので、そうですね、すごい興味があるのが、うん、そのアフリカ、西アフリカの、ね、うん、さらに離島でカーボベルデっていう、はいはい、ベルデってスペイン語だ、緑っていう名前が入ってる島があって、今日やったフラマとかはそれのそこの島のリズムをちょっと使ってるんですけど、なんかアフリカなんですけどいろんなヨーロッパとかいろんな影響を受けてて、ちょっとねいつか行ってみたいなと思うんですけど遠すぎますね、なかなかこうアフリカもちょっと遠いけど、うん、さらに離島なので、ねね、でもそんなとこがあるんだと思うだけでちょっとワクワクするんですけど、うん、沖縄の離島も知らない頃は本当にあるんだろうかって思ってましたね確かになんか話では聞くけどみたいな、うん、もう西表島なんて人住んでると思ってなかったんで、っていうかもう沖縄自体私は来ると思ってなかった。そうだね、沖縄県っていうのはもちろん知ってたけど、うん、そうそうそう、まさかこんなに沖縄に来ることこんなに来るとは思ってなかった、思ってなかったし、ね、もうなんかもうきっかけを思い出せなくなるぐらい、うん、そう来てますよね、来てますよね、うん、で今日モノレールで空港から直接来たんですけど、うん、なんていうんですか、家がだんだん高くなってくるんで、うん、沖縄のその那覇の街並みがねよく見えるじゃないですか、うん、でやっぱり家がこう白くて、うん、こうちょっと外国っぽいんですよね、外国っぽい、でももうすっかり慣れてて、うん、あまた沖縄来たなっていうぐらいだったんですけど、帰ってきたなって思うよね。淳さんがすごいやっぱ外国っぽいよねって話して、あ、そう、うん、ですよね。どこの国っぽいですか、メキシコ、ネパールとか結構近い。ネパール、ネパール、マジっすか、やっぱなんかアジアの、いや結構ネパールってね北のイメージあるけど、うん、緯度的には沖縄と同じぐらいなんで、ね、暑いですよね、暑いところだ、うん、あ、なるほど、ね、似てるらしいですね、最高ですよ、マーダルは、ね、ね、そうだから沖縄も、ね、最初はすごく異国に来た感じがね、そうしたんです、このすぐ近くの綾具食堂っていう、うん、食堂に入った時に、そうそう、あ、いや本当にこっちは慣れてないんで、よそよそしく入ったら、よそよそしく入ったもんだからみんなに見られてしまってなんかよそもん来たぞみたいな、ね、なんか最初はそんな感じだって、でも何回か通ってるうちに、うん、なんかこっちも普通に入れると、それは普通になってくるね、そう普通なんだよね、うん、あとこっちが見てるからっていうのもあるよね、あるよね、こっちがこうジロジロ見てるからこう見られてるって思うのかもね、勝手に思ってるね、そうそうそう、勝手に、勝手に思う、自意識過剰なんですよね、きっとそうなんですよね、そう、本当ね最初はねドキドキしたもんね、うん、ドキドキしました、綾具に入るのでさえドキドキするんですよ、すげーって思いながら入ってましたからね、これが沖縄の食堂かって、へ、
なんかそば頼んだらチキンカツと刺身ついてきたよみたいな。びっくりしたよね、本当に。すごいよね。うん、まあこれだけ来てても私あの魚の煮付けが食べたくて煮付けくださいって言って手引きが来ちゃいましたからね。まだまだだなって本当。思います。あ、そうそう、あれあったね、それね。そう、一銀通りでした。煮付けいいなとか言って。煮付け、あ、カレーの煮付け食べようなんつって。煮付けって頼んだら、そう、肉だよね。おでんとなんか肉が来ましたね。で最初連れてきてくれた人が、うん、絶対味噌汁くださいって言わない方がいいっていう。あ、そう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 、味噌汁定食になっちゃうからね。どんぶりで、ね、定食にまたご飯来ちゃうみたいな。そうそうそう、もう恐ろしいですね。うん、すごい素晴らしいですよ。はい、慣れてくると本当に楽しい。本当です ね。じゃあ次の曲いきましょうか。はい、ね、次は、次はフラミンゴの曲です。フラミンゴの曲ですよ、シュウさん。はい、この曲はどんな曲ですか？この曲はそう、フラミンゴを曲にしようと思って、まあ、なんかどんなイメージかなと思ったんですけど、うん、なんかフラミンゴをまあ調べたんですよね、また、うん、ネットで案の定ウィキペディアとかで、はいはい、フラミンゴは、まあ、水のあるところにこう、ね、うん、コロニーを作って生活するんですけど、それがもう数百万羽っていう、なんかもう那覇の人口より多いぐらいの数でうわーっているんですよ。もうだから湖全体がピンクみたいになったり、空飛んだらもう空がピンクみたいな感じになるんですけど、でそのピンクをなんでピンクになってるかっていうと、その湖にいるエビみたいなちっちゃいやつを食べてるんですよね。その甲殻類の色素で赤くなるそうなんですけど、まあみんなで食べてるの大体みんな同じような色、若干ムラはあるけど、うん、いっぱい食べてるやつはちょっと赤いんですかね、うん、食べれないやつはちょっと薄いっていう、うん、薄いまあそこになんか感じるんですけど、うん、まあそんな中、まあ、群れからはぐれた1羽のフラミンゴが、アイオラはぐれ系が大好きなので、好きですね、一匹はぐれちゃう、はぐれたフラミンゴが、はいはい、自分はもっと違う道を見つけたいんだって、ね、自分の思った道で生きていきたいんだって、こう最初はやっぱり群れからはぐれたんで、そのすごくただの変わり者、あいつおかしいんじゃないかっていう変わり者なんですけど、その道をずっと続けていくと、もうあいつしか出せない色だよねっていうものになれるんじゃないかという気持ちを込めて、うん、もも最初こんなんじゃなかったもんね。そう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 、こんなんじゃなかったですかね、最初は。急にこれでいいんだ、そう、ただの香りもそうそうそうが、もう 今はもうこれが私っていうね、もうまさにまあ私みたいな曲なんですけど、うん、それをね、うん、この曲をフラメンコにしようと思って、そう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 、頑張ってフラメン、これがフラメンコだって感じでやったんですけど、うん、まあ違ったっていうことで、うん、でもフラメンコっぽく感じる人もいるはずです。いるはず、はい。でフエゴフラミンゴっていうタイトルなんですけど、フエゴっていうのもこれまたさっきのフラマと一緒で、炎とかの火っていう意味ですね。フラマは炎で、フエゴは火っていう意味かな。そう一応書いてありましたけど、ね、なので、うん、まあ、火のように赤いフラミンゴという、真っ赤なフラミンゴ、真っ赤なフラミンゴという、意味ですね。フエゴフラミンゴをお届けしたいと思います。空の色
その先へ800の向こう側へその翼で越えてゆくのさ。Fuego flamingo 燃えるような羽の色羽ばたくだけで闇を打ち消すほどに鳴らせ未熟なファルセタ思うままありのまま誰もが触れないほどに熱くなれ浴びつける太陽にも降り注ぐ星空にもその心その肌めくれて旅の中で幾千の道を選びその翼は強くなるのさ。これはみんなで歌う程度ね。この曲はここからできたんですよね。そうそうそう。ももが風呂上がりに急にちょっと録音して録音してっつって。ララ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 。これ曲ね。ララ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 。何それと。これ曲にしよう。これ曲にしようって言ってそこから。なんかどんな曲のイメージなのか全然わかんないもん。そこの部分だけだから。もも中ではねこれが聞こえてたんだろうなと思うけど今になれば。すごいね、本当にあんまり降りてこないタイプなんですけど、私なんかはモモのパッてなんか降りてきた曲ってこうすごいのが結構多いですね。エイエイエイよとかね。そう、エイエイエイ。あれ降りてきたんじゃないか。あれもなんか本当になんですかね、モモをちょっと泳がせて作らせたっていうか、あのエイエイエイよって曲があるんですけど、まあちょっと変わったコード進行があって、あ、もうそれでできるよって言うんですよ。でそれサビでいいよみたいな。でこれサビ、まあまあ一回今ここで止めるとちょっとなんか揉めるからまあまあ好きにやらせて、どうせ後でなんかもできないってなるなって思ってたらいい曲になってねよくありますよね。もうそういうのがいっぱいあって、あ、もう信じようと思うようになりましたね。そう、私が全て正しい。桃ジャッジっていうのが生まれて、そう、私が一番正しい。結局今は桃に俺がプレゼンして採用されるかどうかっていう関係になってしまいましたね。そうですね。でもそれでうまくいってるでしょ。あ、もうだからもう全部お任せします。そうです。これどうですかねつって。そうそうそう。あ、ダメです。ボツ。でももちろん一発オーケーの時もありますから、それを毎回出してほしいですね。
ぜひ毎回一発 OK できるんだから、できる男だからさ。ありがとうございます。これがでもすごい厳しさの裏返しでね、できるやつだよ。そう、うん、でもだから歌詞を、ね、書いて聴かせるのが本当怖いです。そう、歌詞を持ってくるんだけど、歌詞を置いてで逃げて、あのかなんていうの、扉のちょっと開けて見てるんですよ、私のこと。はぁって震えながら見てるんです。 なんでそんな風になったんですね。もうそれでももううーんって言ったらもう終わりだよ、ね、うーんって言ったらもう一発 OK の時もあるじゃないですか。あります、あります、ね、最果て島の風緑とかかなり、ね、もうあれ一発、OK、ほぼ一発ね。次は何ですか。次これも一発だったね。あ、これも一発でしたね。次の曲、これすごく歌詞があの少ないけどすごくね、うん、風景 あの浮かぶ曲です。次は龍のゆりかごという曲なんですけど、本当今回の CD は前回の、あ、前回のとか、まあ、今までのツアーが曲になったっていうのがすごく多くて、あの今までは結構あのジョドプールだったりとか野良犬ベルデだったり、あのキャラクターものだったり想像した街であったりとか、結構想像であの物語とか曲を作ってたんですけど、今回はすごくこう自分たちの体験したものをこう歌詞にできたなっていう感じがしますね、結構 ね。なのであの太陽、星空、海、風めっちゃ出てきますね。同じアルバムの中で歌詞がね、もう相当かぶってるんだけど、でも本当に言いたいことはそれだけだからいいんだと思うんですね。それもうだから本当久米島の影響が大きくて、かなり大きいですね。久米島で、うん、あのモーターパラグライダーを偶然にもやれたんですよね。それがまたね大きかったの影響が。そうそうそう。それでこう風、空、海かなり今回は、うん、そうですね。ね、肌で感じてみたいな。そう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 。全部そんな感じの曲になったんですけど、この曲はですね、舞台は山形県は庄内というね平野、庄内平野。山形県にも3年ぐらい前から行くようになって、で冬の時期、雪のね積もる時期にも行ったりもしたんですけど、本当にあのまたねあの雪の国もいい国で本当素敵ですね。そうですね、沖縄とはやっぱりね、沖縄にそんな雪が降り積もるってことはないと思うんで、うん、ないですかね、うん、あの沖縄の人も憧れるかなと思うような、うんうん、もう本当に家の屋根に何ていうんですか、角煮みたいに雪が積もってるんですよ。そう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 。層になって、で屋根よりちょっともう出ちゃってんでね、そうそうそう、盛り上がって、だから、うん、本当に角煮がいっぱいある感じで。白い角煮がいっぱいみたいな感じで、ね。面白い。ラフテーですかね。そう、ラフテーですね。ラフテー、ラフテー。そう。普通に本当3メーターとか積もる土地なんで、うん、まあそこですごいなと思うことがたくさんあるんですけど、うん、で初めて行った時にあの、庄内平野っていうのはすごいあの山に囲まれてて、うん、ものすごい平野なんですけど全部こう山に囲まれて、さらに反対が海っていうすごいいい土地なんですよね。でそこの山にこう竜が住んでいるっていう言い伝えがある山とかもあってですね、で最初に行った時にその山の麓に竜神雲っていうこう雲が竜に見える、本当に山の麓をこうヒューってこう走ってるような雲があったんですよね。でだからあそこに行くとちょっと竜がいるっていう気持ちになれるというか、うん、まあ竜といえば沖縄も竜がなんかたくさんあるんですけど、ね、うん、なんでその竜に抱かれたふるさとっていう、景色をイメージして作りました。なのであの頭の中では山形県は庄内平野をですね、なんとなく雪景色を、イメージしながら聴いていただきたいと思います。では竜のゆりかご。Thank you.
変わりすぎる時代の中忘れてはいけない景色壮大で儚き絵巻物無駄な季節などなく決して戻らぬ時間の川だけまあ、沖縄では想像しにくい曲ではあるんですけど、うん、本当にね東北は日本の原風景、うん、すごくいいですね東北っていう感じがあるので、うん、ぜひ機会があったらどんどん行ってほしいなと、ね、特に真冬に行ってみてほしいなと、もうなんか寒くないよね、うん、寒いけどなんかなんだろう寒いけど寒くないわかんないですよね。なんかね、フェイスブックを見ていたらですね、うん、誰だったかな。なんか知り合いがまあ東北に青森に行ったっていう記事を書いてて、うん、で一緒に沖縄の人と行って、その人半袖短パンだったんですよ。うわ、すごいね。あまりにもそれは無理でしょうみたいな。すごいね。やっぱり無理ですよ、それは。それは無理です。半袖短パンは無理だと思います。でもうちらはあの寒さを怖がって、そうそうそう、すっごいすごい準備してね、アルピニストみたいな感じで、そう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 、行ったら誰もそんな格好してない。割と高校生とかなんか普通に学ラン、ね、多分あれは格好悪いのよ、上着ちゃうと多分。モコモコしてるの格好悪いのよね。そうそうそう、だから学ランで手袋もしないしみたいな。そう、俺ら二人でこんななんか スノーマンみたいな感じで行ったんですけど、スノーブーツとかね、そうそうそう、借りたりとかして、もう普通全然そんな人いなかった。いなかったです。普通の運動靴でしたね、みんなね、はい、まあそれほどだから、まあ、恐れずに、うん、そうですね、恐れずに気軽に行ってほしいと思います、はい、では次の曲で最後です。次の曲が、ありがとうございます、次の曲が千夜一夜、あ、千夜一夜という曲ですね。アイオラの、そうそう、アイオラの曲ってなんとかのなんとかっていうのがすごく多いんですよ。なんか嫌われ者のあまり以上とか、青木町、あ、これは大丈夫だね、うん、あとなんだろう、最果て島の風緑、龍のゆりかごみたいな。でこれも本当はジブリの次にのが多い。そう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 。で今回5曲中、この曲が本当は千夜一夜の一かけらっていう曲だったんですね。でこれをやると、3曲のがついてる、のがついちゃうってことで千夜一夜にしたっていう、まあ、別にどうでもいい話ですね。本当のがね多いんですよね。なので、千夜一夜といえば皆さん何を思い浮かべますか。あ、シェヘラザード、お、すごい、アラビアンナイトですよね、シンドバット。私は千夜一夜っていう歌詞にしてきて、あのタイトルが千夜一夜だよって言われて、どうしても千夜一夜物語みたいな和風なイメージになっちゃってて、でももだけだよって、それ、そう、嘘嘘、そんなことない、そんなことないって、竹取物語的なね、そう、なんかそっちの、ほら、なんだっけ、なんだっけ、女郎がさ旅をする、女郎が旅をする、え、吉原炎上みたいな、なんかそういうイメージだったんです、なんとなく。で、それどうなんだろうなって言ったら、いや違うよ、アラビアンナイトだよって言われて、そうそうそう、で私あんまりアラビアンナイトを知らなくて、で千夜一夜って調べたら、もう何を調べてもアラビアンナイト、アラビアンナイトっていうか、それしかないからね、それしかないんだなと思って、それで、ようやく納得して、千夜一夜、そう、納得させるのはちょっと大変だった、うん、そう、その千夜一夜の、物語がすごく面白くて、
知らなかったです、はい、皆さん知ってる人も多いと思いますけど、どういう話かと覚えてます、まあ、なんかいろんな話があるんですよね。アリババと13人の盗賊とか、本当に線はあるらしいですね。らしいですよね、うん、まあ、その中ではシンドバッドの冒険とか有名なのがあるんですけど、あれはそもそもそのシェヘラザードって女の人が毎晩王様にあの話した話なんですけど、でそれはある王様が奥さんに裏切られて女性不信になるんですよね。もう女性信じられないって、女わかんないってなって俺女わかんないってなって、なんかそれの復讐じゃないですけど、町のそのまあ可愛い子をまあ、王様だからね呼びつけてこう、まあ、一晩共にしたら殺してしまうっていうね、怖いね、すごい残酷な話があって、でそれをまあ止めるためにシェヘラザードが自らその王様に嫁いで、で毎晩面白い話をして、でいいところで続きはまた明日って言って、こうどんどんそれを千夜ね続けてるうちに改心するっていう、大枠はそんな中で、で、まあ、当時はその世界のいろんなことっていうのはなかなか分かんない時代ですから、多分、その商人とか旅の商人とかそのいう人が語ることを、まあ、物語にしてるんですよね多分。だからちょっと大げさになって、海に行ったらこんなもう怪物がいてみたいな、かなり持って話すんですね。もう持って話してるんですよね、うん、もう船ごと鳥に持ってかれたとか、うん、なるほど、うん、でそれでそれでって王様はこう、そうそう、それはまた明日、あーってじゃあ殺しちゃうぞって言って、ね、いや殺しても別にいいですよ、次分かんないけど、おーつって そう、それの繰り返しでしょうね多分、あーってあーって、うん、なるほどね、そういう、まあ、前夜一夜があって、うん、まあまあ、自分たちの生きている今のこの世界、毎日、まあ、今日みたいなこういう日があったりいろんなことがあるんですけど、まあ、それほど持ったところで大した伝説になるような生き方はね、うん、してない、中にはいるかもしれないですけど波乱万丈な方も です、ね、うん、ですけど、まあ、そういう何気ない一日もこの全部の世界を彩る物語の1ページではあるっていう気持ちで、まあ、そのままでいいんだっていう気持ちを、うん、まあ、アイオラは常にそのままでいいんだっていう曲しか作ってないん で、ね、最終的にはそこに落ち着くんですけど、まあ、そんな気持ちを込めて、千夜一夜という曲を作りました、はい、では最後に千夜一夜を聴いてください、進むのさ小さな勇者たちよ、右左迷う足跡で行き先を見失う、立ち向かうのか逃げ出してしまうのか、忘れられるか後悔はしたくない、心に秘めた光に手を伸ばして誇り高くその剣を抜け、その眼差しは美しく複雑な海の色、闇雲に色を突き足して本当の姿忘れないで、風に委ねて遠回りだとしても船は進むよ、少しずつ絶え間なく波に嵐に振り落とされそうでも目指す場所は揺るがない、千夜一夜そのひとかけらさ、争うだけじゃない戦い方を探し求めて、果てしない冒険に出ようか。
物語でも全ては千夜一夜そのひとかけらさ誰にも選べない始まりの場所そこから先は全部自分だけの冒険さ恐れず進め美代子さんがさ、あの千夜一夜で踊ってたよねこうやって、あいいねこれと思って、ありがとうございます、ではメンバーをこんな近いですけど呼び込みたいと思いますね、見えてるけど、アラパカ賞伊藤敦史フラメンコギターラ大熊愛さん尺八熊本圭吾熊本さんはあの今回あのこのね袴沖縄用に買ったらしいですよ雨にも強い、河川にしましたね河川にしたそうです河川っていうんですか河川はい絹じゃない化学繊維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 なるほど古いですかね言い方がね河川っていうのはなるほどそんなことない炭鉱本炭鉱本してますよあ単行本っていうのが古いんじゃないかってことですかいや単行本言うよねワンピースのワンピースの単行本まだ出てないかなって言うもんねそうだね、うん、そう中堅だからそうかな中堅だから中堅だからねいやそうかもしれないですそうそうそう
じゃあ中堅が今後沖縄でライブいつしますか言いましょうね。はい、はい、そう今日初日なんですよ ね、 すね今日到着して、はい、明日は、三栄、はい、インストアどこですか。2箇所。あ、ちょっと時間チェックするの忘れちゃった。さっき見ようと思って。いいよ、見ても。見ていいですか。いいですよ。正確に。正確に言わないとね。iPhone で。iPhone、iPhone で。11時？11時なわけないかな。そんな早くないよね。そんな早くないと思う。1時かな。1時。1時、4時か。ちょっとメールが見つからないっていう。1時と3時？本当ですか？お早い。あ、それ全然メールが出てこなかった。三栄調べたらいいの。そうね。二、うん、時強づかして。はい、ありがとうございます。1時と2時？え？そんなバカな。あれ、それ俺ホームページ。うわ。うわ、間違ってる。だってライブやって30分で移動してライブっておかしいよね。おかしいおかしい。ライブやって30分物販したらもう始まっちゃうもんね。つかないよね。つかないどころか物販中っていう。混んでるしね。もうあの混み具合はですよね。1時半。全然違うじゃん。コンベンションシティ1時半スタート。全然違うじゃん。京塚シティは4時です。全然違うじゃん。何それ。どうすんの、もう直せないのに。よく14時と4時で俺間違えちゃうんだよ。子供か。子供じゃん。小学生じゃん。またやっちゃったよ。ああ、もう。あ、で、大きな声で。大きな声で。沖縄中に届くように。大きな声で。大きな声で。そうですね。あ、じゃあそうだね。みんな Facebook とかでつぶやいてください。よろしくお願いします。明日は、1時半からコンベンションシティ。はい。4時から。京塚シティです、はい、よろしくお願いします。 今アップしてもいいんですよ。一応あれですね、後でブログで更新しておいて、できることは全部やります、はいはい、ホームページは変えられないけど、そう、2時に京塚シティに行っちゃった人がいたら大変だね、はい、うん、州の責任だ。そうだ ね、はい、土下座しなさい。そのえ、おもてなし、おもてなしね、ちゃんとそれ嬉しいですかね。俺がこうやってすごいな、それ。うわ、すごいな、そのおもてなし。そうね、嬉しくないんじゃないの、俺がこう手に行ってね。本当に全然そんな感じしないです。全然なんかはい、嬉しい人がいるって。あすけちゃん、手取り足取りね、こういろいろ伝授して。で、そうそう、この後、あ、そうそう、まだまだありますから。で、明日は、それ三栄が2カ所あって、はい、後に夜、カフェランプで、はい、この編成で、ね、もちろん生音ライブです。生音で、ここは今日はこう、はい、マイク使ってますけど、うん、生音で、生音だったらどうなっちゃうの。初めてですね、この5人で生音は、ね、でもまあリハーサルは生でしかやってないからね。あ、そっか、なるほど、そうそうそう、なるほどね、JZ ブラッドでね、本番で初めて音を出すっていう。そうですね、スタジオとか入らないんで、多分生音の方が得意なんじゃないかな、うん、かもしれないですね。わかんないです。それもすごく楽しみにしていただければと思います。 そして、あさって、あさってあさって1個しかなくなっちゃったのね、そうなんですね。あさっては、メインプレイスのみなんですけど、はい、また3A、18時から。本当ですか？これは間違いありません。本当ですか？確実です。夕方の6時、うん、はい、から、1本とはいえ30分なんですね。そうですね。残念ながら、はい、1時間ぐらいやりたいんですけど、はい、で、このメンバーはそれで終わりですね。そうですね、はい、また来年っていう感じですけども、全部本当は一緒に行きたいんですけど ね、その後アイオラは、宮古島に行って、はい、13日が宮古島で、18日が赤島、うん、で、その後沖永良部、はい、これは鹿児島ですけどね。そうですね、うん、で、まあ、一瞬本島に戻ってくるんですけど、すぐ福岡に行っちゃうんで、あさってまでか、うん、那覇のライブは、ね、そうですね、早い、
そう珍しいですよね、うん、なかなかこんなに中にないの1ヶ月ぐらい中にいるイメージそうそうそうなんですけど今回は飛び飛びではい、はい、な感じで、で宮古島では、嫌われ者のアマリージョの PV を撮ってこようかなと、タンディガタンディな感じで、晴れればね、絶対だからタンディガタンディだから絶対宮古島で撮りたくて、うん、でそれを晴れれば撮りたいと思います。人気のないビーチで、ビーチでね。で、なんかもう一つあったっけ。あとさっきあのライジングサンを、歌いましたけど、この間 JG ブラッドでこのメンバーでライジングサンの PV 撮影をしてきました。なので、ま、今後あの 3A のクリアランスセールで CM で使ってもらうことがあるかもしれないですね。クリアランスセール流れてます？まだ。あの前回とか、前回冬な夏どうだったかね、なんか最近あの実際流れてるのチェックしてないので、そうですね、本当に流れてるのかどうかよくわからないんですけど、流れるかもしれない、ね、流れてると信じて毎回 PV を撮ってますけどね。誰もわからない感じですね。そうですね、うん、なるほど。だいぶ前は流れてるのチェックして、ね、たまたまリズム相当前、相当前だよね。ゴロンドリーナもやったはずなんだけど、そう、大体2組ぐらいね、使ってもらってるんですよ、ね、じゃあ、あれかな、へえ、なるほど、なるほど、そうなんですよね、そうなんですよね、そうですよね、でもきっと流れてると思って思って、信じてやっております。はい、そんな感じなので、まあ、ホームページちょっと間違ってましたけど、あの一応載ってるので、そちらで見ていただければと思います。なんか毎回ちょっと間違えちゃうんですよね、ね、あのチラシとかもね、チラシの電話番号間違えちゃったりとかね、違うお店のまんまだったりとか、そう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 、なかなかこう完璧にはいかないもんですね。今回もチラシ、うん、多分十何枚作ってるんですよね、あの十何種類ね、そうそうそう、それぞれのお店にチラシを、ね、うん、あのもうツアー全部載ってるようなのあんまり好きじゃないです、ね、そのお店だけの、お店だけがい、そうなもんで、うん、いやいやいや、あとさ RBC 出るよね。ああ、出ます。それも言っとこう、10日、10日、10日に出ます。12時45分ぐらいから、ミュージックシャワー、ミュージックシャワー、はい、水曜日です、水曜日です、はい、狩俣凛太郎さんの、番組にまた、ほんとちょっとですけどね、うん、ちょっとですけど、あとは15日に、首里の台風 FM の、うん、もういつも出させてもらってる、そうですね、マジカルミステリーツアー、そうです、はい、はい、9時、ここは50分ぐらい喋りますそう、これはあのインターネットでも聞けるのね、インターネットでも、ね、後々もいつでも聞けるようになってるんで、はい、それも来てください。その後あのチュララという、パグのいるカフェでシュウがずっとお皿に絵を描いてるね、そうですね、多分そうなります、多分そうなります、シュウの15日はシュリにいます、はい、シュウのあのシュウはパグイラストレーターなんですね、で、あのそこのチュララというあのカフェ喫茶店では看板系のパグがいるんですけど、あのお皿とかコップとか陶器やちむんを売っていて、でそこにシュウが絵付けをして、絵付けっていうとちょっと犬に絵付けになっちゃう、あの絵を描いて、そうそう、パグに絵付けしながら皿にも絵付けして、うまいこと言ったね、はい、そんな感じで、はい、でインターネットでも売ってるでしょあれ、そうそうそう、アマゾン、アマゾンで、アマゾンでシュウのパグのあのあれが買えるんで、それだとでもちょっと高めになるのかな、チュララにぜひ、そう、チュララ直に行っていただけると、うん、パグにも会えるんで、はい、うん、はい、ぜひそちらの方も見ていただけると思います、はい、あとはブログですね、ブログでいろいろと、今日はあれですか、運動会みかんっていうのを知りましたね。ああ、沖縄ではそうそうそう、運動会の時期に出るみかんのこと、はい、運動会みかんって言うんですかね、あぐらいですけどみんな久米島はちょっと違うかも、違いますか、そう、ちっちゃくて青くてでもめちゃくちゃ甘くて運動会みかんが今日はブログ載ってますね。そんな感じで、ブログもやってますんで、ブログ載せたの、運動会みかん、載せてない私、え、何あれ、写真撮っただけ、撮っただけブログ載せてください、わかりました、なんだ仕事遅いな訂正とともにね、そうですね、訂正とともにブログも更新していきたいと思うのでぜひ見てください。ではね、まだ新曲を1曲
やり忘れております。1曲はですね、太陽と風のバンデラ、これがのまた ついちゃうね。太陽と風のバンデラ、太陽っていうのは私で、風っていうのは州で、のバンデラっていうのはスペイン語で旗っていう意味です。国旗とか旗とかいう意味で、まあ、自分のこう、まあ、歌詞書いた人に言ってもらいましょうね。自分たち自分のまあ好きなものとか、うん、目指すものとか、うん、そういうものをやっぱり旗があるとしたらね、うん、まあ、自分だけの国旗みたいのがあるとしたらどんな柄にするかみたいな。え、そんな歌詞じゃないと思う。そんなことじゃないけど、うん、そんな歌詞歌ってないはず。まあ、アイオラだったら太陽と風のバンデラっていう、うん、まあそういう自分らしい。あんまり深く突っ込まないでも、まあ、ふわっとした。だって今間違ったこと、全然違うこと言ったから。いやいや、でもそういう意味ですよ。え、海賊旗みたいな感じでワンピースだから、そういう自分らしい旗を掲げて生きていこうねっていう、そういうことでしょ。それです、それです。でしょ、なんかちょっと雰囲気が変わっちゃうじゃん。いや、だから自分らしい旗っていうのはどんなのかなって考えながら聞いてもらえたら、うん、あー、ね、なるほどね。私は太陽、潮は風、そうそうそう、ね、こうっていう、そっちの風なの、そっちの太陽と風の風。ダメでしょ、全然ダメでしょ、はい、ややウケね、ということで、最後は太陽と風のバンデラで、終わりたいと思います。バンデライランライランラレラ、バンデライランライランラレラ、バンデライランライランラレラレラ、バンデラライラ、バンデライラ、バンデラライラ、バンデライランライランラレラ、バンデライランライランラレラレラ、エセオチョラ。鳥の高さ、海の深さ。
緑色だよ。緑色。